こんにちは、タビニャンです。今回は越谷レイクタウンにあるパン食べ放題にお邪魔しました。こちらすごいんですよ。時間無制限で550円、ドリンクバーは220円で、ワンドリンクなら110円で利用いただけます。越谷レイクタウンっていう駅があるんですね。初めて知りました。こちらの北口を降りるとエスカレーターがレイクタウンにつながっているんです。こちらエスカレーターを登っていきますと、下に越谷レイクタウンの駅が見えております。入り口のところにもアンティークさんというパン食べ放題のお店がありました。今回10時ちょっと前に伺ったので10時開店のため少し待ちました。中入っていきますととっても広いので迷ってしまいまして、やっとお店にたどり着きました。シェマディというお店で、カウンターからはパン食べ放題のパンが見えるんです。店内はこんな感じ。お冷やの用意もあります。こちらがパン食べ放題のパンで、半分か3分の1ぐらいにカットされております。10種類ちょっとのパンがありました。時間無制限なのでトースターで温めて、その間にドリンクバーを取ってまいりました。私は10時20分ぐらいに到着したので、私のほかお客様はいらっしゃいませんでした。一つ目にいただくのがフランクフルトのパンです。こちらしっとりとしたデニッシュ生地の中にジューシーなフランクフルトが入っておりました。半分ぐらいに切ってあったので結構ボリュームもありました。とっても美味しいパンです。ドリンクバーを入れても770円で、時間無制限なんてありがたいです。これは中にハムとチーズが入っておりました。食べ放題のカットされたパンなので名前の表示がありませんでしたので、私がざっくりとしたパンの名前をつけております。こちらね、普通のイースト菌のパンの中にハムとチーズが入っているんです。チーズはね、出来たてなんでしょうかね、ちょっととろっとしたチーズと少し厚めにカットされたハムが入っておりましたので、ハムとチーズの相性バッチリの美味しいパンです。こちらはカレーパンです。カレーパンも温めてきたのでスパイシーでほんのりと辛みのあるカレーパンです。じっくりと煮込まれたカレーなんでしょうかね。あまりじゃがいもとか人参とかの具材の食感とかは感じられなかったんですけれども、とっても濃厚なカレーでした。やっぱりパンは何といってもね、水分必要ですよね。一番最初にいただいたのがカフェラテです。こちらね、カップ2つ渡してくれるんです。ホット用とアイス用と。なのでホットはカフェラテをいただいて、あとアイスの方は氷なしの野菜ジュースをいただいてきました。今いただいているのがコーンとチーズなのかと思ったらマヨネーズで、マヨネーズのマイルドな味にコーンがぴったりのパンでした。このパンとっても美味しかったんです。果肉が残るトマトとチーズが乗った一見ピザのようなパンでした。このパンね、2つしかなかったんです。私が1つ取ってきたので、あとはもう1つしかパン食べ放題のカゴの中にはないんです。私が一番最初だったので、全ての種類のパンを食べることができたので、早めに行くことをお勧めいたします。第2陣取ってまいりました。こちらはね、中に煮たリンゴとカスタードクリームが入っているんです。表面、上の面はブリュレされているのでカリカリしていてとっても美味しいです。こちらのナッツデニッシュ、私はこれが一番美味しかったです。デニッシュ生地の上にナッツがたくさん乗っているんです。
大きなくるみがたくさん乗っていて、こういうクッキーありましたよね。それをパンにしたような美味しいデニッシュでした。ふんわりとしたパンの上にマーマレードがたくさん乗っているんです。マーマレードのジャムかなと思ったんですけれども、果肉の形も感じることができて甘酸っぱい美味しいパンでした。こちらね、結構半分に切ってあったので大きなパンでございました。そしてこちらのリンゴのパイ、中には煮たリンゴとカスタードが入っていて、上は飴状になっているので甘いパンでした。大納言小豆が入りました。あんパンです。なんといってもね、あんパンといったらこの上に黒ごまがトッピングされているのが懐かしいあんパンですよね。本当にオーソドックスな美味しいあんパンで、中には大粒の小豆がいっぱい入っておりました。勝手にミックスパンと名前をつけておりますが、この緑色は抹茶なのかなって思って食べたんですが、特に抹茶の味を感じることができなかったんです。ピンクのところはいちごなのかなって思って食べたんですけれども、あまりいちごの味も感じることができなくて、いろんな色が混ざった面白いパンだなって思いました。そして第3陣を取ってまいりました。ナッツのパンね、とってもお気に入りだったので、ナッツのパンもあったので、またこちらを取ってまいりました。リンゴのパン、こちらね、結構小さく、実物が小さいのでしょうかね、半分に切ってあるみたいなんですが、とっても食べやすくて、上はちょっと飴みたいになっていて、歯にこびりつくなっていう感じなんですけれども、甘い美味しいパンなので、これも2つも取ってきてしまいました。中のカスタードクリームが滑らかで、いちょう切りに切られた煮たリンゴがサクサクしていて、とっても美味しいリンゴのパンでした。このリンゴのパンって珍しいですよね。上がブルレされているんです。こちらね、オーソドックスなドーナツだったんです。イースト生地のドーナツ揚げて、上にお砂糖をまぶしてあって、オーソドックスなドーナツもこれまた美味しいもんだなと思いましていただいております。今オレンジジュースを飲んでおります。時間無制限なんて初めてなので、ゆっくりとオーブントースターで全部温めて食べているので、ふかふかで美味しいです。こちらね、ブルーベリーが入ったベーグルなんです。結構しっかりとした生地で、ブルーベリーは果肉の味がたくさん残っている、たくさんブルーベリーが入ったベーグルで、ベーグル初めて食べたんですけれども美味しいですね。もうお腹いっぱいなので抹茶ラテをいただいております。店内食べ放題ではないパンはこんな感じでディスプレイされております。たくさんございまして、食べ放題のパン、これを半分に切ってくれたんだなっていうパンがたくさんありました。食べ放題のパンも追加してくれるのかなと思って見ていたんですけれども、このあんパンがとっても美味しかったので、抹茶ラテと一緒にまったりといただいております。これコンセントがあるんですね。そしてこちらから食べ放題のパンが見えるんです。補充されたら取りに行きたいなと思ったんですけれども、補充されることはありませんでした。こちらベーカリーシェマディ235番の1っていうところなんですけれども、とっても2階広くてわからなかったんです。236番のザ・キッス、こちらのアクセサリー売り場が比較的見つけやすいのかなって思います。このザ・キッスの向こう側がシェ・マディがあります。越谷レイクタウン、とっても広くて帰り道もわからなくなってしまいました。
シェ・マディここにありますなんて言っている場合じゃないんですよね。すごい美味しそうな食べ放題のお店発見しました。帰り道こんな素敵なハワイアンのブティックがあって、ピアスとリングとフレグランス購入いたしまして、合計金額が4180円でした。エスカレーターを降りるともう駅なので、レイクタウンから駅までは雨が降っていても濡れないように上には屋根がありました。パンの食べ放題が時間無制限で、食べ放題だけなら550円、ワンドリンクなら110円、ドリンクバーなら220円なんて、越谷レイクタウンまた来たいなって思いました。他にも食べ放題をやっているお店がたくさんあるようでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。